チェイスマスターたくさんショチャとアイスとランダム。はい、皆さん、はい、皆さん、あの一度は見たことある絵があると思うんですよ。うん、はい、なんかプレゼントとかなんかもらうときに、うん、大中小の箱、はい、これ好きなの1個選んでその中に入ってるものあげるよみたいな。なんか昔ながらの、ね、そう、はい、そうだね、なんかあるじゃん、そういう、うん、そういうの見たことあると思うんだけど、今日はその大中小の箱の中に入ってるものを食べ物でやってみようかな。おっとー、そう、おっと、いいね、俺らだということで、今回やる企画題して箱の中身は何だろうな、大食い対決ー。頑張ろ。詳しいルールなんだけど、順番決めるのは割り箸で決めてもらいます。おー、1、2、3って書かれた割り箸で引いた番号の順番で開けてもらいます。はい、で、箱の中身は本当に何入ってるか分かりません。え、食べ物じゃないカスマン。そーれは分かんない、分かんないね、多分食べ物、はい、で、食べる時間は今回20分設けますんで、おお、結構、はい、余裕持って食べれるかなと、はい、本当にキャパと運の勝負なんで。え、マジだよね。じゃあね、まあキャパってね、どうしてもそのあれなね、ハエテ君、やっぱり運が絡まってくるってことで、いや、まあまあ今年新年一発目ちょっとあんまよろしくなかったかなと。負け続きだよね。うん、負け続きだし、おみくじも良くないけど、 YouTube 力ってやっぱだんだん上がってくる。こう最初にもしもはやもうそれはエンターテインメントだっけ。ちょっと待ってください。それだけでいい。はい、ということで早速やっていきたいと思います。それではいきます。準備ができました。はい、と、はい、うことで順番を決めていきます。うん、いきます。せーの、はい、3、2、1。おお、いや、わかりやすい。よしよし、わかりやすい。それでは、はい、ハイデ君から選んでください。さあ、欲張れよ。いや、俺は欲張りたい。欲張れよ。欲張りたいけど、自分、運試しも兼ねて、こう、一番は乾杯っす。いや、ピンポーン。じゃあ、エビ君、俺はもちろん、大。うわ、男らしい。欲張り。俺がカモみたいな言い方じゃん。まあ、男として。じゃあ、タク君、ここタチューってことで。じゃあ、ちょっと入れ替わりましょうか、場所。うわ、怖いな。自分の洗濯機がなかったからな、これ。開けた後に、うん、俺が名前言うんで。あ、オッケー、いきます。せーの、おいっ、おっしゃ。はやとくん、タピオカ2本、さくん、うまい棒、エビくん、サンドイッチです。もうよりによって君、嫌いなタピオカじゃないか。コンビニとかのやつだからあんま美味しくない。おーい。じゃあ、20分かかりますんで。はい、なんで20分こんなの。それでは、20分、よーい、スタート。いただきます。あ、ちょっと聞いていいですか。どうやって飲めばいいんでしょうか。うん、うまい。はい、終わり。結構太くね。びっくりしたよ。びっくりした。オッケー。あれ、やばいんじゃない。もう8分です。もう1回目で潰れるなんてやめてくれよ、お前。おお、あといいね、あと56秒。いやいやいや、危な、はい、危ないよ、おい。2ターン目です。クソが。じゃあ、なんでお前がクソが。どういうクソが。じゃあ、じゃあ、じゃあ、これがいい。おぉ、せーの、ドロー。1、2、3。おぉ、まあまあまあ、また1、あれ、さっきも1だったっけ。もう自分の前行こうも。あのね、いや、ここでしょ。だいぶ俺のだろ。いや、あのね、順番的にね、さっきね、ちっちゃかったね。うん、だから、あ、普通中くらいか、さっきの。だから次ちっちゃいんだ。俺は君の思考を読む。君の思考はこう、ずっとちっちゃいで。じゃあ僕はもうさっきとからず学びます。もう、ドストレートだよ。なんだって小物なんだよ。それでは先ほどと同じように開けたら読みます。せーの、いやっ。え、特盛り。エビくんブリトー、タックンおにぎり、ハヤテくん牛丼の特盛りです。その前だ。イエーイ。やっ、まずね、俺の思考を読んだな。おい、おい、おい、渡辺、学べ。うん、それでは20分、用意、スタート。いただきます。いただきます。いや、もうハムチーズは俺の箱です。うまそう。俺それ見ておかず食うわ。これはバクトテオル。うますぎて早い。うますぎて、うますぎて、うまそう。似合うか。オーケー。はい、早いね。今回はまあ、なんすか、そんか。いや、大丈夫かなって、お腹。このテーブルに関してはもうマジへのへのへ。あ、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 全然戻してください。君今日、今、ゲ。今、ゲ。ゲな。
はい、ということで、はい、3ラウンド目、うん、どうぞ。こいつをいただこう。こいつをいただこう。残り物には服がある。せーの、ペラシ。1番2番3番はい、じゃあ下がって自分の前、エビくんからお願い。大ほう、じゃあ僕はまあね、まあ、ずっと真ん中で来てるから、まあ、翔輝くんはここにね、多分絶対重いもんを入れないんですよ。ということで僕は真ん中選びます。あれ、まあ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 、まあ、僕もね、そろそろ小さいの選びたいなって思ってたから。あーあーあー、出た出た、来るよ、出た。もう来ないっす。それでは箱を開けください。せーの、よし。おっ、はい、てくん、ピノ、タク、超大盛り、ペヤング、エビくん、ドルチョコです。ちょっと待って、実際、実際、これはこれとこれの差でしょ。それでは、始めます。よーい、スタート。いただきます。いただきます。うわ、多いな。大盛りってのがちょっと待って、立ち悪い。もうない。向いてねえな、こいつら、YouTube。この食べ終わった後の退屈さほど退屈なことに。なんだおめ、早くね、早くね。はい、ごちそうさまでした。はい、たっくん、12分52秒。おー、まあ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 、うん、まあ、次行こうぜ。次何、4か。キャッパーをちょっとじゃあ挟もうか。はい、エビくん4、たっくん 5かな。はい、たっくん5-5で、この企画あともう一歩で俺死ぬな。ということで、はい、4ラウンド、yeah. どうぞ。自分のやっぱみんな迷うことがなくなったね。せーの、出やし。また2じゃん。お、3、1番。おお、まあ、もうもはや俺は2択なの。正体だ。勝負出るの。出ますと思う。ここで入れるほど君は鬼じゃない。じゃあタク君、うん、まあ、真ん中すぎるのちょっとつまんないから一回変化球でカーブで左で決まり倒す。じゃあ、エビ君は必然的に真ん中と。つまんな。それでは、開いていただきましょう。お、せーの、よし。え、待ったな。うわ、なにこのガキツカみたいなやつ。でも、ハヤタ君、あと絶対違うもんな。赤いキツネ、うん、エビ君、カラキューのつもりだったんだけど、おつまみの長芋。なんでー。じゃあ、タク君、開いてください。いや、でもどう考えてもこれが、で、第1回、第1回だと思って、ちょっと今、うってなったけど。タクの好きなものセット。何何何、好きなものセットセット。いやいや、あ、揚げ物や、唐揚げ物。おお、好きだね。うわ、じゃあもう答え出た。あー、絶対そっちの方が重いな。そうね、それがタクニックです。それな。あ、そっか。だって、これ何ての可能性もあったね。そっかそっか。それでは、よーい、スタート。いただきます。うぃーす、もこたんめん。今回時間かかりそうだな、一部。あ、よし、ごちそうさまでーす。やば、終わりさ。お、頑張って。頑張って。頑張って。俺好きなものセットだよ。これがちゃんきつい。ちなみに100パントだな。油がすごいんだよ。マジでそれ。諦めちゃう。こんな油あった。喋んな。はい、ごちそうさまでした。はい、たくん残り1分です。危なー。おー。じゃあもう一回ぐらい聞いてみようかな、キャッパ。うん。じゃあ、はやてくん。うん。9。5。じゃあ、5-5で、たくん。この企画。あれ次で、大物が来たら、俺は死ぬです。ラウンド5。うわーい。これだろ、目の前でいいの？ずっと目の前だけど。おう、そういうかい。おう、長々長々。いきます、せーの、バジャン。よし、1、2、3、待つ。そう、どうしようかな。なんかもう、ここでくよくよして大きいのを行くのも、真ん中行くのも、くよくよして大きいのを行く。だから、自分のレールに走るわ。ここのレールなんで、僕はちっちゃいの行きます。私、大小大小行ってますんで、まあ大ですよね。へぇ、ここは2回連続大になります。一緒やん、もうさっき。開けていただきましょうか。紙くるよ、これ。絶対ここで。せーの、うおい。はい、来たー。え、でも、え、大盛りだよ。待って、やばいじゃん、そして俺、特盛り。あ、そう。いや、麺食ってるから。麺食う。じゃあ、タクが牛丼大盛り、エビくんが、寿司10貫。うん、入り替えてください。ロックアイス5キロとかじゃん。あるよ、ロックアイス5キロは。面白い。な、夏なし。はなし。ないです。
なんだよそれ。おぉ食べるものがない。食べ…そういう表現方、仕方。それでは皆さん、20分用意スタート。いただきます。ごちそうさまでした。え、マークってんだけどな。おい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 、大丈夫。ボクシングは余裕なんで。動いたらそんな顔してるけど、どうですか。でもっと辛そうなの隣にいる。あれあれあれ、黙々と食ってると思ってたけど。さあ皆さん、今気づきましたよね。僕がもっと辛そうなの隣にいるよって言った瞬間、タックを一気に幼鳥を変えました。俺はその瞬間を見てしまった。あ、残り11分。ていうけど、どんぐらい残ってる。6分の1。むずいな。大丈夫。大丈夫かな。大丈夫かな。残り30秒。そう。10、9、8。やばいやばい。あれあれ、これはいつも3、2、1。終了。おお、残念。まさかね、この3人でタグが負けるってね。俺最初めちゃくちゃ好調だったんだよ。ペヤングら辺からエグいんだよ。あ、というかね、君はそのキャパで勝ったんだよ、だけに。そうだよ。で、どういうことだと思う。おいしごで。うわ、出た出た。ナンバー2、異性はよろしい、だけどゴミ。風を切って走ってゆく希望の街へと。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか、この企画。いや、やっぱ何があるか分かりませんね、この運企画。もう、面白いとこ出たよ。エビとね、ハエテが勝つっていうね。うん、あ、そっか、結構ね、結果はそっか。2人が勝つってね。キャパ順位でつけるならエビ1位で、ハエテが2位。そうだな。あ、そう。でもこの後もしね、続けてたら分かんないから。うん、タクが食えて、この後何が出たかっていうね。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。皆様、大きな箱には気をつけてください。さよなら。バイバイ。深いな。